ガッチャマン・クラウズは日本のテレビアニメである。タツノコプロを代表する科学忍者隊ガッチャマンの派生作品の一つ。設定は一新され、1972年に放送が開始された初期のテレビシリーズとはストーリー上のつながりはない。第1期が2013年、第2期ガッチャマン・クラウズ・インサイトが2015年に日本テレビで放送されている。また、 第2期放送に先立って、第0は、インバウンドがフールーで、独占配信された。2015年の東京立川市を舞台に、宇宙人から特別な能力を与えられた女子高生が、ガッチャマンへと変身し、他のメンバーと共に人類を、影から守るチームとして活躍する物語。中村監督が体験した、東日本大震災の状況から、SNS、 みんなが当事者などという要素が取り入れられている。ガッチャマン復活として、ZIP おはよう忍者大ガッチャマン実写映画ガッチャマンと共に企画されたテレビシリーズである。主人公が必ず変身するなど最低限の決まりはあったが、基本的に好きなように作っていいという条件で制作されており、内容的には他の企画とも初期シリーズともストーリー上のつながりはない。 第2期の制作は2013年10月に発表があり、2014年10月の発表では2期タイトルがガッチャマンクラウズインサイトに決まったことと2015年7月からの放送予定が伝えられた。異星人犯罪者を秘密裏に駆除する特殊部隊ガッチャマン。その存在はフィクションとして市民からは実在を否定されていた。2015年初夏。日常に 物足りなさを感じていた、女子高生、一ノ瀬はじめは、突如目の前に現れた、JJ ロビンソンより、謎の手帳、ノートを授かり、フィクションであるはずの戦士、ガッチャマンとなる使命を受ける。予感を頼りに学校を飛び出したはじめは、そこでガッチャマンとして戦う、立花の清音と出会い、フィクションが現実であったことを知る。立川、刑事所属の G メンバーとして迎えられたはじめは、 持ち前の自由奔放さと無機動さを武器に、JJ ロビンソンが行う、予言の言いなりになっていたメンバーたちの間に、嵐と新風を呼び込むのであった。その時、SNS、ギャラックスと、総裁、X を生み出した青年、鹿、飲み切る嫌な謎の宇宙人、ベルク・カッツェも各自の思惑で行動し、物語は始まる。宇宙人、ベルク・カッツェが暗躍したことで日本を揺るがした。 立川事件から1年後、かつてしか飲み気類のみが行使していた特殊能力、クラウズは誰でも使える当たり前の便利な能力として周知されていた。しかし一部では、クラウズの力そのものを危険視する声も高まっていた。その中でも特に過激な反クラウズ団体、ベープは、クラウズを容認し国民へアピールする時の総理大臣、菅山とそれを後押しする。 G メンバーに対し赤いクラウズを用いたテロを仕掛けようとしていた。その頃、立川刑事に所属する G メンバーたちは新潟、長岡市を訪れていた。この地に正体不明の宇宙船が落ちてきたため、その調査にやってきたのだ。G メンバーたちは、この事実を彼らに知らせた少女、ミスリツツバサと共に宇宙船へと向かう。宇宙船から降りてきたのは、 真っ赤な肌と水色の髪以外は人間の女の子のように見える少年にしか見えない宇宙人、ゲルサドラ。彼は自分を数々の星を導いてきた平和の使者であると G メンバーたちに告げる。この二つの出会いをきっかけに G メンバーを取り巻く物語はさらに加速していく。年齢は初登場時のもの。一期から登場している人物たちは二期、インサイトではおおむね一切加算。 インサイトから登場と聞きない場合は、第1期、第2期共通。このほか下記のサービスブランドで配信。第1期は2014年1月22日に、ボックス仕様で発売。企画品番は、ベップキシー -719、ベップビー -1935。2015年5月27日に、第1期全話を1枚の BD でまとめた。 ョマンクラウズスペシャルプライスエディション発売。並川大輔宮野守のョマンクラウズラジオのタイトルで2013年7月4日より文化放送庁。A&G にて毎週木曜18時30分19時にストリーミング配信。また7月5日より響きラジオステーション及び音泉にてアーカイブ配信。パーソナリティは 響き条約の並川大輔とベルク活営役の宮野、守る。9月27日13更新で最終回を迎えた。ガッチャマンクラウズラジオ、インサイトのタイトルで2015年7月12日より、文化放送庁、A、A&G にて毎週日曜24時30分25時に、ストリーミング配信、また7月13日より、響きラジオステーション及び音泉にて、 アーカイブ配信パーソナリティはアニメ出演声優による交代制10月4日13更新で最終回を迎えたガッチャマンクラウズインサイトに関するカテゴリーありがとうございます